皆さん、チコママ、チコタマです。今回はこちら、道筋ジャリー。最近ね、発売されたフリーホラーゲームらしいんですけどね。よかったらチャンネル登録、高評価の方もよろしくね。それではスタート。ゲームスタート。お母さんの話によると、カブアウェ村は東京の郊外にあるようで。え？なんか始まったね。川上村。私の住む町の駅からは1時間半ほどかかることが分かった。なんかルートレター思い出すんだけど。町に行くには。なんでだ？まだ時間がかかってしまうのだろうか。うん。早く村に行きたい。なんか BGM でかい。この箱をずっと持っているのは不気味なので、村に着いたら即手放したい。うん、箱。そんなことをずっと考えていた。考えちゃってるもん。早くなんとかしないと。怖いぞーこれは。おお、なんか始まった。もうすぐだ。始まった。駅へ。ああ。掲示板を確認すると。車輪怖い。まだ時間がある。車輪ジージー怖い。車輪ジー怖い。今日は少し風が強くて雨が降りそうなくらい曇っているが、うん、すぐに雨は降りそうにない。はい。それにしても。いつも賑わっているはずの町はなんでこんなにも静かなんだろう。賑わってんのいつもはここ。なんかもうどこに行っちゃったのかな。怖いぞ。探そうにも一人で探すには時間がかかるから目的としている場所に行かなくちゃ。あゆみちゃんの命は今あゆみちゃん私の手にかかっている。ピンキーの人。あゆみちゃんの命を救うために私は言わなければならないことがある。なんか重たい話になってきた。それに実家に寄った時にどうして箱を机の上に置いちゃったんだろう。私がずっと持っていれば、うん、あゆみちゃんには見つからなかったはずだ。なんかよくわかんねえ。もしあゆみちゃんに何かあったら、あゆみちゃん全て私の責任。なんかその箱のせいであゆみちゃんに何かあったってこと。お、動くようになった。動けるようになったよ。お、はや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 、結構早い。ああ、なんだ。どうしようかな。パパ。パパに今日は帰らないって。ああ、心配するかい、パパ。電話した方がいいんじゃないか、したら。今あゆみちゃんが病気で倒れているから、うん、パパはその看病をしている。私も本当はあゆみちゃんの看病をしなきゃいけないんだけど、今は箱をどうすればいいか考えないといけない。そもそも全部の原因は箱ねー。箱言ってるけど電話をかける。はい、いいえ。え、どうしたのこれ。あー、もうかけた方がいいんじゃない。かけとこうか。古いタイプのやつだなこれ。めっちゃ近くの電話ボックスを見つけ電話をかけようとしたが、とても古いので使えるのかが不安だ。ダイヤルボタンは今にも落ちそうだし。ダイヤルボタン、ダイヤル。でも回して今はこんなことを考えている暇はない、うん、パパに連絡しないといけない。連絡しよう。パパにあゆみちゃんの身に何が起こったのか話すことはまだできない。きっと誰も信じてくれない。どうすんの。そもそもパパは私たちが見たことを理解できないはずだから。やばいよ、俺たちだけ見てる。今はパパに連絡することに集中しよう。あ、集中して。怖い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 、なんか音怖い。 BGM 怖い。あ、お父さん声聞こえない。 BGM うるさい。BGM うるさい。ああ、今どこにいるんだ。マーヤ、なんかマーヤの時間はなかった今。だから早く帰ってきなさい。マーヤからマーヤになんかった。なになに。パパ、ごめんね。今日はマユの家に泊まることにしたよ。明日はミニテストだから。 BGM が襲ってきてるって思ってて。お父さん声ちっちゃ。何、お医者さんが新しい薬を出してくれたんだ。そっか、なるほどなるほど。新しい薬で良くなることを祈ってる。祈りまクリスティ。私がいない間あゆみちゃんもよろしくね。明日の朝には帰るから。あゆみちゃんよろしく。まゆちゃんのご両親にもよろしく伝えておいてねと。うん、わかった。
フルボイスなはずなのに聞こえないね。それじゃあまた明日ね。よし、よかったよかった。これでお父さんに電話かけれたね。ちょっとさ、 BGM でかいわ。40号ぐらいにしてみる。え、どうすんだろう。ちょっと探索か。あんじゃん、もう怖ー。なんかもう映像が綺麗な分怖いね。商品が目に留まった。右下にある商品、どれ。お守り、守り守り。なんで自動販売機でお守りが売られてるんだろう。買っとこぜ。変なものを売っている自販機はよく見かけるけど、こんなお守りは初めて見たな。買っとこうぜ。300円、買っとこ。お守りにしては安いけど、町に行く前に買っておけば心も安らぐのかな。でも小銭がないや。両替所さえ見つかればいいんだけど。両替所どこにあるかな。両替所っつのは大体もうゲームセンターにあんじゃんか。したってお守りを買うには。あ、なんかここに手、これなんか、これアコちゃんの日記、アコ日記ある。うわー、読みにくい。月曜日、今日街でいつも電話を触っているお兄ちゃんが秘密を教えてくれた。自動販売機の中に秘密の薬があるんだって。その薬を飲めばどんな病気も治るんだって。ママに絶対必要なんだ。私はその薬を手に入れる方法を聞いた。お兄ちゃんは特別なコインが3枚あるから、それを取って自販機に入れなさいと言っていた。明日取り方を教えてくれて楽しみだな。火曜日、今日お兄ちゃんが最初のコイン隠し場所を教えてくれた。お兄ちゃんが言うには最初のコインは道路の裏の方にあるみたい。あ、これヒントか、もしかして。コイン見つけろってこと？メモっとくか、したら。うえし。お兄ちゃんは今コインを取らない方がいい。コインのヒントを全部集めてから取ればいいと言った。でも私は早くコインを手に入れたかったの。水曜日、今日お兄ちゃんが2枚目のコインはこの近くの棚の中にあると教えてくれた。ウィルターナーね。見つけなきゃいけないんだ。もし見つけられなかったら他のお兄さんに手伝ってもらえばいいとも言っていた。お兄ちゃんは本当に親切で、私はお兄ちゃんのことが大好きだ。薬を手に入れたら母に渡すんだ。ママが元気になったら彼を連れて母に会いに行くんだ。木曜日、今日はお兄ちゃんがいない。来るって約束してくれたのに、でもどこにもいない。夜遅くまで待っても見つからない。あれ、お兄ちゃん。金曜日、今日もお兄ちゃんはいない。数字が書かれた紙を見つけた。なんだこれ。あ、なんか電話か。369-124-578 と。意味がよくわからない。お兄ちゃんがいない。ヒント全部教えてくれるって約束したのに。約束したのに。日曜日、お兄ちゃんは嘘をついた。お兄ちゃんはいなかった。ママ一人にしないからね。今夜はもういらない。大人はみんな嘘つきだ。なんだ怖い。あ、もう進めない。怖い。なんだこれ、ヒント。何のヒント。ちょっと待って、数字入れてみるか。じゃあさっきのとこに、ん、なんか引っかかってる。オッケー。ダイヤルボタンをこじ開けるものが必要なんだ。ダイヤルボタン、近くに使える道具がないか探してみよう。ダイヤルボタン、何。ダイヤルボタンをこ近くに使える道具が、何を言ってるかわからないよ。ダイヤルボタンダイヤルボタンをこじ開けるものが必要なんだ。なんだろうな、ダイヤルボタンね。もうがっつり電話番号書いてあるけど大丈夫かな。でもまあ映像はすごい綺麗っすね。やっぱ最新作っていうだけあって、最近の。あっ、来ちゃう。なんすか、あれ、電気が消えてきた。不吉不吉。うわー、どっかの発電所が止まってる、これ。不吉。あれはさ、ニュースが流れた。数日前、女子高生が行方不明になったとの情報が出ていた。最後に目撃されたのは駅周辺を徘徊した後、裏通りに入ったところとのこと。警察ではこの事件と最近同じ付近で起きた女子高生行方不明事件との関連を調べているようだ。なんだこれ。はぁえ、トゥービックンって、え、終わった、終わっちゃったけど。なんか体験版的なことなのかなこれ。なんかあっちが歩いてたら終わっちゃうから。ああ、これお父さんの。なんかこっち側行ってみるじゃん。お、トラックある。
トラック。このトラックはここで何をしているのだろうか。長い間ここに止まっていたようだけど。なんだ？フロントガラス越しにシートの上に置いてある工具が見える。工具。工具ね。工具。あ、なんかある。なんか光ってるぞ。ギンギラに光ってる、なんか謎のアイテムあるけど。いけないと。ギンギラギンにさりげなくそいつがわーでたたりたたさすがにさすがに怒られるこれで。ここでなんか自販機っていうの見て、これがフラグになってるとかあるのかな。これか。そういえばあったよね、なんか道具がどうのって。ドライバーがあったような気がする。で、あの番号入れればいいのか。棚の上の効果に手が届くし、棚の上の効果、電話ボックスのダイヤルボタンを外すことができる。棚の上に効果あるの。使い終わったら返すので使わせてください。勝手だな、なんか犯罪のあれ、犯罪の匂いがするけど使わせてください。え、これもなんか入手したのか、これで果たしてなんだか入手済み。これは何、これ。あ、これ取れるんだ。これまた来るときは同じ額の効果を必ず置いて帰ります。でやればいいかい、同じ額の効果を置いて、まあ借りるみたいなことだからね。棚の上ってなんだ、男はこれか、なんかある。定規を使ってなんとか効果を回収した。そしてうん、これはアコちゃんが言っていた効果の一つに違いない。そうだね。あーじゃもう、もう急に怒るのよ。あーなんかうるさい。な、何、なんでボールが動いて。とりあえず駅に向かわないと。駅、何か聞こえているに違いない。音うるさ、音うるさいわ、急に譲らしてくれ。でだよ、さっきのやつこじ開けます、こじ開けれる。このドライバーを使ってダイヤルボタンの位置を変えることができるんだ、うん、なるほど。おいでですよ、これを3、6、9、1、2の4で5、5、5、7、8、きた。これはアコちゃんが言っていた。どういう違いない、どういうこと。ダメだよ、また来る時はぶっ壊す気じゃ。この効果を必ず置いて帰ります。どういうこと、電話壊したけど怒られない。まあいっか、結構犯罪気味。まあいや、結構犯罪気味。あった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 、ここでこれお守り、で私はお守りを持ってバッグに入れた。バッグに入れ、役に立つかどうかは分からないけど。で、このお用心するに越したことはない。で、お守りを、お守りを持って、まあでももう進めないもんね。じゃあこっち行くしかないんだ。うわーみたいな、来たー、あこちゃんが来たー、来たー、来ちゃうよーみたいな。お守り持ってるどうなる。 To be continue。 あれーまあ、じゃあまあ体験版ってことかな、これ基本的には。はい、最後までご視聴ありがとうございます。ちょっと調べてみたっすけど、おそらく体験版なのかな、こちら。一応クリアみたいですね。このゲームや動画が少しでも面白いと感じたら、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。